おしゃべりをさせていただきます。ただいまと昔とはいろいろと世の中の事情というものが、変わってまいりましたが、ただいま亡くなりましたのに、この昔お大名という、まあ、一つの特権階級がございました。このお大名というのは、まあ、先祖は先人の中を駆け巡りまして何万石という禄を入りましたが、これがだん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 と二代目三代目四代目五代目あたりになってくると、もう生まれてから死ぬまでぼーっと何の苦労もなく育っちまったなんていうね、まあこういうのがお話の材料になるようでございますが、これこれ三代お呼びにございます。まあ今宵は十五夜であるな、御意にございます。お月様は出ておる。これはいいなことを伺います。若敷島の道にても月は月と呼び捨てでございます。何と呼び捨ていながいとご存じます。おう、さようか。では月はどうじゃ。一点くまなくさえ渡りおります。うん、星目はもう出ておるか。悪く言わなくたっていいんですけれども、ね、まあこれがこのお大名の心持ちなんだそうです。ただ私はお大名が幸せだなと思うのは、まあ、仮にこの参勤交代で、まあ江戸へ出てまいりまして、これから毎日このご登場だ。ご登場の途中なんかこの、まあこれが地方でございますけれど、土下座をして平服をしたのが江戸へ入りますと、そこはありがたいことに、将軍家のお膝元でございますからな。ただ道をこの避けてない、ですからこの戸の隙間といっちゃおかしいございますが、籠の間からこうやって外を見て楽しんで、たまにこの、下町の娘さんなんかが、路地からひょっと出てくるってえと、お大名の行列がございますから、この持っている溝腰かなんか前掛けの下へ隠して会釈をしているのはしたとこう、こういうのを見ますとですね、普段屋上中の こってりとおしろいをつけまして、このくらい厚くおしろいをつけてね、笑うとバラバラっとおしろいがこぼれそうな、もったいないからおしろいおしろいというくらいなもんですね。まあ、こういうつまりこの厚手の女性ばかり見ているところに何のつまり、おしろやけのない本当の美しさですね。こういうのを見るってえとムラムラっといたします。ムラムラっとするってえとすぐそこでもって直接に交渉になる。直接に交渉になるったっていきなりそこを飛び出すわけじゃ、カゴのそばにご家来衆が一人ついておりましてな、ほれほうあの女なほさあこれで物になっちゃったあっちこれだけは羨ましいと思うんですね。これだけあればいいと思うんですよ。仮にこのね銀座がなんか歩いて行って向こうから綺麗な女性役これあれをのけど物になっちゃうそんな、まあ私はもう羨ましいことはないだろうと思うんでございます。早速これから、その頃は長役と申しまして大家さんというものはまことにこの権限がございまして、この大家さんのところへ話が来る。支度金がおりまして、でご奉公に上がります。でご奉公に上がって、まあお手がつきまして、もし解任をして男の子は生まれるってとこは大変なもんでございますな。ご男子ご師匠ということになってお世取りができるなんというと、もう大変な騒ぎで、今までお通さんと言ってた人がお通の方様と片方を頂戴、大変なもんですな。女うじなくして玉の腰への、男うじなくして玉の汗をかくというくらいのもの でまあやがてこのお通の方様なるものが、私に兄がいます、どうぞ会ってやってくださいまし。そこは兄弟の情で、自分の兄さんもなんかこの出世をさせてやりたいってんでね、ああそこはもう兄弟の情でございますから、それでは通の兄を呼べという声。さあそうなるってえと長屋中えらい騒ぎでございまして、どこに行ってやがったんだお前は、本当にもう世話が焼けてやりきれないよ。自分の居所ぐらいはっきりしときなさい。何なんだろうな、実はな、ご奉公に上がったお前さんの妹のおつるさんな、おつる、あれは今度大変なことになったぞ。なんかもっと逃げた。逃げやしない。お世取りを設けました。いや、お世取りを産んだんだよ。お世取りを、えらいものを産んじゃったね。それ足に行ったって上がらねえやだ、お袋に行ってくんねえものは因果だね。そうですか、鳥を産んじゃったんなんで物がわからないんだよ。お世取りだよ。
およといってあのミミズク、ミミズクやろ。男の子はおよといだ。ああ、カッパ野郎。なんだカッパ野郎ってな。へえ、そうっすか。生まれたんですか。うん。で、お前さんの妹はな、おつゆの方様といって奥様と同じお膳部が大変な出世だよ。うん。で、お殿様がな、お前に会いたいとこうおっしゃる。だからこれからお前さん、うん、お屋敷行かなくて。え、そらごめんこむら。そらごめんこむらしようよね。どうも大名ってのは付き合いにくい。おい、ね、付き合う気でいいや。何でもいい、行きなさい。行けば損はないから。はあ、損はないからって、なんかくれますか。欲張ってやんな。くれますよ。何か。おもくろくをちょうだいということ。なんすか、おもくもくて。お金をくださるんだよ。銭をくれんの。しめったべこなんだ。いくらくれ。いくらだかわからないがな。まあいいところ、まあ500両はくだるまいな。500両？へえ、それ本当にくれますか？あたがいくれるよ。本当に、うん。もしくれなかったらお前さん戦える。戦えやし。大概くれますよ。そうかい、ありがてえな、500両だね。みんなもう借金みんなはまっちゃうんだ。ね、たまったらたまちんだって払うよ。当たり前だ。当たり前だってね。え、タマチンが溜まってるから大家さんや何か言ってペロペロ頭下げてるね。タマチンさえはや立派な田中だ。なんだ大家、もうだからやしねえじゃん。ああそうか、さん、なんだよ、しまらねえ野郎だ。まあとにかくな、行ってきなさいよ。じゃあ行きます。ちょっと行ってきますか。おいおいおい、待てくんしよう。なんだそんな格好して飛び出すやつがあるか。汚ねえドテラを着や。それで向こう行ってみろ、追い出されるから。あ、慣れを変えていかなくちゃいけないよ。あ、ないですか。あの、これ裏返し、大掃除じゃねえ。え、まあこれは例のもんだからな。紋付き羽織袴てえものはぜひ必要だな。あ、紋付き羽織袴ね。よくなきゃあるんですかね。うん、よくなくたっていいよ、例のもんだ。どこにあるの。おまんの後ろのね、タンスの三つ目の引き出しの右側に入ってる。これかい、私んだ。それを借りようで。これは驚いたね、おい。でお前よくこういう紋付きの袴があるのお前知ってたね。こないだね、留守生きて開けた。開けちゃいけないよ。ばあさん、留守にしちゃいけませんよ。こういうの上がってくるから。まあ、しょうがない。出してやるんだから。物はいいんやで。もうこうなったらしょうがないから出してやる、出してやるな。あんま着物を着てな。いや、前を裸で着るんじゃない。ちゃんと襟元を合わせて着るん。お前は着物の着方がもう、着方がもう、だらしがなくちゃいけませんよ。そうそう。帯を後ろで。後ろで締めるんだよ。前で締めて後ろに回すやつがあるから、だらしのね野郎だ。袴履いて、袴履いて、だから羽織を着て、履け先を直したら履け先を乱れてっから、履け先を。納入者。来たね野郎だ、舐めて。それからな、お前さん、お屋敷は知ってるな。でだ、御門前へかかったらお城敷へ通ります、こういう。お城敷へ通ったら田中さんだ言うという方。この人が万事お前さんのことを世話焼いてくれる。いいかい？いいからな、お前は口がガサツでいけない。丁寧に口は聞かなきゃいけませんよ。丁寧に聞くんですよ。大丈夫です。おの字をつけて立てまつでは丁寧なんでしょ。そう。おの字をつけてござい立てまつで丁寧な。いいかい？わかったかい？じゃあ、行っといで。しばらくちょっとあの、ゾルカしかないな。ゾルカしかないとお前さん何入ってたんだ。こないだ下駄割っちゃってからずっと裸足で歩いてる。よそのうちは上がるというか、大概洗って上がるんですわね。今ここ急いだから洗わねえ。汚ねえの。おまねえ、持っていいな、持っていいな。うまくいっ、よろしく、うまくやってな。どう、なんだかんだってやけど親切だな、あの大家どう。ここだな。随分広いお屋敷だな。こんちは。こんちは。なんだ、通れ。通れ。あ、そうですか。じゃあ、まっぴらごめん。どこへ参る。どこへ参る。通れって言うから、何をもう一度。前を通って向こうへ参ると。その後は何だ。その後は何だ。なんだって何でしょう。いずれへ通る。お風呂敷っていうところへ行く。ああ、お城敷じゃろ。それを来てやっておいたくらい。何がおいちゃう。ああ、お城敷へ行くにはな、こうまっつくに行くわ。右手におばばがあるわ。な。その前がお城敷じゃ。どうせね、何言っちゃうんだよ、ね、勝手なことぐずぐず言ってやってどう。あ、ここだな。随分広いところだね、どう。頼みねえねえ、おい。んちゃう。んちゃう。立てまくるよ。おい。
いずれから立てまつる。立てまつる何を立てまつる何にも立てまつらん欲張ってやだ。何をおいと。ああその方の姓は、姓は五尺。これ名前は何と申すか。八丁路ってる。長老家と申すか。長老家なんて名前がしねえ。八五郎ってんですよ。おお、おつむの方様、お番人八五郎殿とは貴殿であったか。貴殿なんですよ。貴殿忘れちゃいけませんよ。おお、さようか。そのまま最前夜でお待ち受けである。ああ身について堂々しなさい。え、身について堂々しなさい。ああこら辺で回るな。い堂々めで。堂々めでだ。身についてまいるよ。あそうですか。一緒に行くことを堂々ってんですね。不調ですね。不調ではない。一緒に参る。何しろね、わけ上がんなくなっちゃいしてね。ちょっと待って。親方とはなんだよ。メカンマの女でお代をして失礼をいたします。カンマという話を芭蕉が半分やりまして、それに続いて私が後の方を引き受けるとこういうことになっておりますので、どうも、がさつな人間ってもな不思議なもんですな。そういうところへ行くとでどうすんの。ここまでして。いやここまでしてではない。そこに控える。え、そこに控える。控える。控えるって控えるって待っておる。あそう、早くしとくんだよね。弱っちゃってんだもん。あっち行ったこっち行った腹がトロトロになっちゃうしね。だろうがこんなとこ来んの嫌だってんだよ。俺が何でも行けってからこっち来たよ。入れ替わって田中さんだ言うといい。おやおい、あっじゃあお前なんですか殿様てな。いや、拙者は当家の重役、田中三太夫と申すもので、受けたまわればお鶴の方様をわに、八五郎殿は貴殿だそうでな。ええ、貴殿なんですがね、これが。ええ、貴殿でなくたって構わねえことになってる。おまはんなんて言うの。おまはん拙者は田中三太夫という。ああ、三ちゃん。三ちゃん、ああ、お上にはお待ち受けだ。身について堂々をしなさい。堂々ってのは一緒に引っ越ったよ。さよう。こっちちゃんと言ってんだな。こっちで行けない。随分なんだね。白い家だね。白いだろう。これで家賃はどうか。さようなことは言わんがい。え？しょう。なん？猫出て猫じゃない。お膳だ。え、お膳だ。ありがとう。ちょうど腹が減ってしょうがないんだ。何を言っておる。殿様お待ちかだ。お膳手に入れたらばつむりをあげてはならんぞ。これまで行ってなさい。これまで行ってなさい。どんどんつむりを下げなさい。下げて痛いな。痛いよ。大事だけはしないよ。表面の襖が浅い。当家の主、お鶴の方様を輪に、ご家来衆がたーっと並んでいる大大名だ。ああ、これ、鶴の兄八五郎と申すはこの者か。振り切るなよ、表を上げろ。表を上げろ。表を上げろと。表を上げろと。上がれしねえ、表なんぞ。上がるわけがねえじゃねえか。大体ね、あそこのね、土台が腐ってやるんだ。ああだから、この間もせっきやったんだよ、乾物屋にね。これじゃいけないってんだ。何を言っとんだ。つむりをあげんだ、つむりを。頭をあげんだ。さっきあげちゃいけないってん。今度あげるんだ。うるせえな、どうも。あげたら下げたりしてやる。頭だり、米だったら相談くれ。何言うのか、今あげるよ。だから俺、こう言った。これいけない。向こうが光っててめえねや。大変なとこ来ちゃったなと思う。鶴の兄八五郎と申すはその方か。
本日そちを呼び寄せたのは世の身にあらず。この度そちの妹鶴は安産をいたし、ゆとりでありによってよも満足に思う。その方も定めし喜ばしきことであろう。どうじゃどうじゃ、からいかがいたした。どうじゃ、一等じゃないか。え、即答打たない。え、即答を打つんだ。何を？即答を打つんだ。打ってみるかい。打たんかい。そこで何をしとる。即答を打とう、すっぽを打てと間違えた。はあ、知らんのであり言うしじゃれ。なぜ身の者の面体をお使いするのは。だってやめえ、すら持ってきてそっぽ見てそっぽ見せてやる。お答えを申し上げるところだ。ああ、なんか言うとこかい。さよ、あ、そう、無礼があったらな。だい、無礼ないよ。丁寧にやいいんだろ。ねえ。お殿様でござり立てまつりますか。私ことはお橋五郎様と申します。今日大家様がお呼び立てまつりまして、お前の妹のお鶴様がお子を産み立てまつった。お前がおいで立てまするというようなわけで、おいで立てまつってや。彼の申すことは世にはさっぱりわからん。ああ、こういうに物申すようでよい。無礼講であるから。これ、その方の申すことはお上にはわからんちゅう。立てまつ、立てまつ。お分かりがないわ。それは俺にもわからんねん。こういうに物申すようでよいと。え？こういうに物申すようでよいとありがたいお言葉である。無礼講であるから、こういうに物申すようでよい。なんでこう言ってな。どうもわからんやつな。友達に申すようでよいと。友達に言うでいいのかい。構わんとい。さりげてや。そくりゃ姫子のうさぎだ。こら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 。なんで姫子のうさぎだ。三代司会とおれ。いかがいたした。今日親のデコボコが。こらデコボコ。三代司会とおれ。ん、足んとこにね、呼びに来たんで、どれだね、建て前の人間にね、丸くなってとこね、ばあさんに捕まっちゃってね、なんだったら大家さんが来いって言うからね、行ってみたんで、家賃の催促じゃねえかと思ったらね、そうじゃねえんだよ。妹のお鶴が、お鶴を産んだって来いんだよ。こっちは鶏を産んだのかと思っちゃう。だんだん聞いてくるってえと、男の子がお鶴だってやんね。男の子が売れてるなら女の子は入り取りだって言いたくなっちまう。なお、なお頼む。司会と。これ、八五郎。なんで、なんで。その方は笹を食べるか。笹だけは食わねえんだ。酒を飲むか。え、これかい。こんならまあ、あっしはまあ浴びる方でね。ああ、さようか。支度をいたせ。え、ここで飲ましてくれんの。え、ここで。悪いな、そりゃ。何を持ってこねえんだろうな、と。手ぶらでして飲み倒しちゃったんや。悪いな、と。ずいぶん出てくるね。もういいよ、と。あともう無駄だ。いやいや、これたくさんで、殿様、これだけたくさんで、こんだけはね、見えまっちゃいけない男に懐が苦しいんだ。おい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 。遠慮なく過ごせ。どうもすいませんね、どうも。そう、じゃあ、だから一つね、これどう、どう、大きな杯だね、どう。おばあさんのお酌で、これ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 。おばあさん、当家のお年寄りだろ。お年寄りのおばあさんだよ。いいじゃないか、さんちゃん。さんちゃんと。どうも、どうもありがとうございます。きれいな、いい杯だな。そうで、明け中、金で、高坂とじさんのおばさん、明けたらやんな。そうで、よくよだいまして。どうも。いい酒だね、こら。これで一問取ろっ。あんまりいい酒だな。
ありがてえ。もうえ、いや、お釈迦は自分でやるよ。そのね、やってもらうってできねえんだよ、こっちは。気絶なくてね。うい、あーい、これだ。キューッと、いい酒が取ってきやがるな。酒にいいのが真ん中をずーっとお通りになるんだ。え、前から入ってるへんてこのままドケドケって言うんだっけよ。うそ、へんてなって言ってねえぞ。あー、どうね。まあ、だ、父さんの目だね。あっしはね、魚もどうでもいいんだよ。うん。あ、何もいらねえんだよ。うん。味噌舐めたってゴンベンぐらい仕掛けちゃうんだよ。本当だよ。うん。なんでも親が行け行けって言ったら来たんだよ、まったくね。あの嫌だったんだ。行けって言うよ。損はねえなんてやってね。うん。そうって言ってるんだよ。おもくもくなんてあれなんだよね、でもね。うん。これだけの魚なんてもてなくしゃあねえ。え、これはうちに持って帰ってお宮にしてもらってな。え、うちのババアに食わしてやら。え、おふくろは驚いちゃうんだろうね。びっくりしてスライションペしてバカになっちゃうよ、あの子は。え、そう。ああ、どうもね。え、普段はゴンゴン飲んだって大して酔わねえんだけれどね、どう、どういこう、腹はペコペコで、あっち行っちゃう、こっち行っちゃう、わけわからねえで、腹ペコで、飲んでるから、とってもいい子かもしんなっちた。へえだ。一つ、行こうかい、さんちゃん。え、ご前提で無礼である。あ、そうかい。ただちょいっとね、お世辞にそう言ったんだよ。いや、ただそんなことだけ言わなきゃ悪いと思うからだよ。本当はね、飲ましたくねえんだ、俺。どうね。え、ま、ああ、どうも、僕はピカピカしちゃって、わからねえ。え、なんだ、なんだ、そんた。おや、ああ、うん。さっきから見てると見てよと思ったら、あら、俺の妹のお鶴だ。おう、なんだよ、あんなとこに。おう、お鶴、お鶴やい、これこれこれ、ブレな、何よブレで。言っちゃうんだよ、俺の妹だ。俺の妹のお鶴だ。どうしたよ、おい。おう、お鶴、おう、兄貴だよ。へえ、綺麗になっちまったな、まった。金切れなんぞ来やがって。おう、兄貴はだらしがねえよ。おめえは大したもんだな。へへ、うん。今度は赤ん坊を産んだんだってな。おふくろは心配してたよ。おしめ洗うものあるかって、そいつさ。本当だよ、本当に。ねえ。うん。うちのおばあさん、そう言ってた。身分が違うてえのは情けねえもんで。わあ、この産んだ顔が見られねえなんてな。あ、兄や、おめえ言ったら、俺の分も見てきてくれ、ついさ。本当だよ。どうも。嘘じゃねえんだろ。どうも。笑って、そのまま、一つ。一つ、かわいがっとくんだよ、かわいがってね。うん。あっしは口は悪いけど、腹の中悪くねえんだからね、そのさま。本当だよ。付き合ってみて、意味がわかるんだ。ああ、お前の苦しい時には、こっちは何だって付き合うよ、本当に。うん、ああ、へへ。ああ、いくらの人でしたよ、どっか行こうか。ほらほらほら。三代控えておれ。三代控えておれ、捨てない。控えておれ、本当に。なんだい、この人は。俺にくっついてきた。なんか言ってやんの。よくこんなもの買っとくね。おい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 。遠慮なく過ごせ。過ごすよ、遠慮なく。ねえ。ありがた山の関東人くら。ああ、うめえな。いい心持ちになっちゃったよ。この酒を止めちゃ嫌だよ。酔わしておくれってね。まさかシラフじゃ言われないって。ねえ、殿様。おう、おう、さようか。
さようか。どどいちにさようかってなんでいけ。ねえ、どどいちって言ったら、よんってなって、ね、さようか。なんで。好きな酒をおば飲むなじゃないが、まだその癖がやまぬのかって。ねえ、殿様。おお、面白きやつじゃ。なんだよ、面白かねえ。嫌だねえぞ。誰とさ、さとこえてしぐらしすぎておじゆきそめるもみじのいろもこくちゃうちな流す竹の あどうだい殿子。殿子とは八五郎出世をいたしますお話よろしいようでございます。